おお、こいつはすげえ。目の前にたくさん人がいるぜ。ようみんな、こんにちは。お前たち最高だぜ。すげえみんな、俺たちウミガメの挨拶してるんだな。あーでもさ、こっちの前でちゃんと知らないやつを1匹見つけたぞ。4列目のさ、端から2番目にいる大人だな。やあ、こんにちは。こんにちは。名前なんて言うんだい？ゆらです。ゆら、生かす名前じゃないか。いいかい、俺が最高だぜって言ったら、ゆらはこのように両方のヒレを高く上げるんだ。みんなゆらの方しっかり見てくれ。みんなチェックしててくれよ。いくぜ、ゆら最高だぜ。やるじゃないかみんな、拍手をしようため。じゃあ次は誰と話してみようかな。よし、次はこっちの一番前の通路から2番目から茶色っぽい甲羅の子にしようかな。こんにちは。こんにちは。名前なんてない？浜田亮です。浜田亮、合ってる？ああ、浜田亮は今何歳？7歳、今日で7歳。お今日は誕生日？そうか、何歳って言った？7歳。7歳？すげえ、そうか、おめでとうな。今日は誰と一緒に来たの？おばあちゃんと一緒。おばあちゃん、そうか。おばあちゃんはどこにいるんだい？いたらひれあげてくれ。お、そうか、後ろにいたか。ちょっとおばあちゃんの話してみたい。こんにちは。こんにちは。名前なんていうの？ひさみです。ひさみ？ああ、優しそうな名前じゃないか。な、ちょっとさ、聞きたいことがあるんだ。浜田亮からさ、いろいろと質問をされた経験あるかい？あります。あるそうか。俺の息子のスクワットもそうなんだよな。俺たち保護者同士、バッチリ気持ちが通じ合ったな。ありがとな、ひさみ。浜田亮もありがとな。いやー、実はさ、この間もな、息子のスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、人間ってなんで僕たちとあんなに違うのって。で、俺はこう答えたんだ。わかんねえ。だから今日はみんなに人間のことを教えてほしいんだ。協力してくれるならヒレあげてくれ。おお、すげえ。お前たち最高だぜ。ゆら、その調子だぜ。よーしや、スクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間の家族ってどれくらいの大きさなの？だってさ、家族できたやつひれあげてくれ。お、結構いるみたいだな。よーしや、こっちの前2列目の通路から3番目にいる大人、ちょっと話してみようかな。こんにちは。こんにちは。名前なんて言うんだい？まさしです。まさし、強そうな名前じゃないか。まさしは何匹家族だい？3匹家族です。おお、子供は何匹？子供は1匹です。俺はな、65匹なんだ。もうみんな可愛くてさ、末っ子はスクワートだろう。で、一番上からだとキアヌ、ルル、3D、4D、5D、6D、7D、8D、まさし、止めてくれてもいいんだぜ。にぎやかで楽しいんだ。教えてくれてありがとな。お前たち最高だぜ。よーし、じゃあさ、今度はみんなの番だ。俺に質問があるやつひれあげてな。何でも答えるぜ。どうだい？よーし、じゃあ最初はこっちの前にしようかな。3列目の一番端っこにいる子にしようか。こんにちは。名前何？佐藤ゆずき、よろしくな。質問なんだい？何何か聞きたいことあったら何でも答えるぜ。海のこととか亀のこととか聞きたいことあるかい？固まっちゃったよし、じゃあ俺から質問しちゃおうかな。俺な、子供たちといろんなことして遊ぶのが好きでさ、一番大好きなのはかくれんぼってゲームなんだ。人間はやるのかな。佐藤柚月はかくれんぼって知ってる？おお、そうか。よし、じゃあ一緒にやろうぜ。よし、みんなも参加してくれ。じゃあみんな、俺がいいって言うまでみんな目をつぶって下向くんだ。さあやってくれ。ゆら、ズルするなよ。まだだぞ、まだだぞ、まだだぞ。よし、いいぞ。どこだ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 。あっという間に見つかっちまったぜ。佐藤柚月もありがとな。俺たち最高だぜ。さあ次の題、後ろでもいいぜ。質問あるやつはひれを上げてくれ。どうだ。よし、どうしようかな。じゃあ今度はこっちの後ろだ。後ろの3列目だな。通路から3番目にいる、頭の上にキラキラ丸い2枚貝乗っけた大人。こんにちは。こんにちは。名前は？みずきです。もう一回教えて。みずき。みずきか、よろしくな。質問なんだい。クラッシュは好きな女の子のタイプありますか？そんなこと俺に聞いてどうするつもり？いや、俺タイプか。俺もな、シェリーっていうパートナーがいるからさ、シェリーが俺のタイプなんだ。もうとにかくユーモアがあってさ、優しくてさ、最高なんだよな。そして顔がさ顔がさもうとびきり緑なんだ。大好きなんだよな。心からさ愛してるんだ。だからみずき、ごめんな。でもありがとな。お前たち最高だぜ。さあ次の題、質問あるやつひれあげてね。じゃあ今度はな、こっちの前3列目の一番端っこにいる子だ。待て。こんにちは。こんにちは。名前何？美穂です。美穂、質問なんだい。お、違ったかな。名前教えて。UFOです。UFOか。UFOよろしくな。質問なんだい。クラッシュは何歳ですか？おお、俺はな、150歳なんだ。でもな、まだまだ若いんだぜ。その証拠に見てくれ、俺の腹6つに割れてるお前たち最高だぜ。さあお、ハイドロフォンが壊れたか。ハローハロー、ベビーじゃないか。おいベビー。クラッシュやーよー。ハロー人間な。メリー、得意なエコロケーションみんなに見せてやってくれないか。見てて。何か見えてきた。わー、耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね変わってるわ。じゃあねクラッシュ。耳が4つ。ああ、人間の頭の上に乗っかってる2つのでっかい丸いやつか。ベリー、あれは耳じゃない、2枚貝だぜいやでもエコロケーションクールだよな。誰かさ、この中でできそうなやつあいつにやってもらおうか。ユーラーさあ、君の出番だぞ。じゃあユラのエコロケーションで俺のこのヒレが何本上がっているか当ててくれ。まず両ヒレを頭の横に持ってくるんだ。そう、目をつぶってちょっと下を見てくれ。今から言い当てるまで絶対に目開いてこっち見ちゃダメだぞ。閉じたまませーので「うー」って伸ばすんだ。いくぞ、せーの、伸ばして伸ばして、霧を伸ばすんじゃないんだ。ってうーって伸ばすんだ。まだ目開けんなよ。うーって伸ばすんだ。いくぞ、せーの、そう続けて、ちょっと短すぎる。よーし、まだ目が来てんだよ。じゃあ俺のヒレは何本上がってる？ 2本。正解だ、みんな。ゆらに拍手してください。海流、海流、海流、パパパパ、海流に乗ってサーフィンしようよ。わかったわかった。さあ、家族は呼んでる。今日はみんなに会えてすげえ嬉しかった。お前たち最高だぜ。みんなはありがとうな。楽しい時間だった。またどこかで会おうぜ。バイバイ。皆さん、クラッシュに大きな拍手を。クラッシュに会いたくなったらまた遊びに来てくださいね。出口は後ろです。お忘れ物がないようにご注意ください。ありがとうございました。